ソフトバンク大逆転負け、第3戦悪夢の CS 敗退。ソフトバンクがロッテに3対4で敗戦、土壇場で大逆転サヨナラ負けを喫し CS ファーストステージ敗退となった。10回表に3点を先制したが、迎えた延長10回裏、7番手津森が同点スリーランを被弾、8番手大津がサヨナラ打を浴び CS 敗退が決まった。負けた場合、負けた、はいはい終わり、3点取って4点取られるとか芸術点高いな、おかしいな、戦力は上のはずなのに何がいけないんだ。3点差ならこの投手陣で抑えられるだろうという満身。不動だったらそこはオスナ続投一択だろ。中継ぎで昨年6敗今年4敗のつもりを使うからや。まあしゃあない、9回までにピッチャーつぎ込んだヒゲが悪い。正直回のを選んでてても結果は同じだった気がする。結局3点では少なすぎだったってことやな。つもりが怪我しただけの試合、キーマン周東は打った、名産1人で4失点、最後の最後まで勝負弱かったな。ひどい1年がようやく終わった。一回夢見させといて突き落とすなんてひどいわ。まあうちは幸せなチームに監督変われば優勝するだけの戦力はあるからな。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。